皆さん、バトゥーキ読んでますか？コーチカポエラセンターセンター長のボハーシャです。バトゥーキには、主人公のイッチをはじめとする、たくさんのかっこいい女性キャラがね、描かれています。ルア先生、レイ、アグリ、ね、このようなかっこいい女性カポエリスタが、実際に漫画の中では、かなり複雑な動きを、駆使して攻防を繰り広げています。じゃあ、実際に、このように動きながら、攻撃、戦うことができるのか、逆立ちをしながら攻撃をすることができるのか、バトゥーキで見るリアルカポエラ、今日はそこに迫ってみようと思います。はい、今回はコントラメッセルマッチレオン率いるゲトカポエラ所属の女子高生カポエリスタ、スーパー女子高生カポエリスタ、ミウダとの情報を見ながら解説していきたいと思います。さあ、ミューダとの情報始まります。まずこの入りの部分ですね。このまずアクロバットの動きをして、でこっちもそれに応えるようにね、モッタを、宙返りですね。まあこの辺はやっぱりこうカポエラの遊びの部分でもありますね。ここから徐々に距離が近くなってお互いに狙い始めるんですが、ここですね。この動きですね、マカコからカニベッチという、これ結構難しいんですけど、ここで終わると思いきや、そこから蹴りを出してくると。これはもう正直予想してなかったですね。もうマカコに対してこう壁サーダといってね、頭突きを、するっていうのがねよく、狙いどころなんですけど、まあ実際それを狙いに行こうとしたらまさかの蹴り。ボータドゥムンドで仕切り直して、ここから、やられっぱなしではいられないので反撃開始ということで、マフテロからのハシテーラで倒しに行きます。はい、これでさっきのお返しですね。はい、まだまだ続きますが、ここからヘベルサウンというこの動きでね、攻撃していくんですが、うまく避けて、ここからのミウダの切り返しの動き、これアウトロカードという動きですが、1本目の足をかわしたと思ったら2本目の足が降ってきて、頭しっかり蹴られてますね。もうこの距離感とかタイミングとか、このボディコントロール、技のコントロール、これがもう素晴らしいね、本当にすごいと思います。そしてここはメロジフレッチョバンナネラでかわして、そのまま狙っていくというところですね。はい、この最後ここですね、終わってよかったねっていうところでバンダ事故したというね、まあ大外刈りですね、いわゆるね、これで倒してますが、これはまあカポエラの先輩から、最後まで油断しちゃダメよというまあメッセージですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。実際にカポエラでは逆立ちをしながら攻撃ができるのかするのかね、イッチもびっくりするような、すごい技が飛び出していたんじゃないでしょうか。カポエラには攻撃と防御ね、基本のこの攻防の動き以外にも様々な動きがあって、代表的なもので言うとバナネーラ、逆立ちですね。それからアウ、側転、ポンチ、ブリッジ、ね、このような動きがあってですね、このような動きをベースにして様々な動きが存在するんですけれども、まあ目を見張るようなね、こうアクロバティックな技があったりだとか、こう地面に近い血を這うような動物のような動きのね、技があったりします。そしてどの動きもたくさん練習して高いレベルで技のコントロールを習得することによって、いろんな用途で、攻撃、防御、それから移動、もしくは陽動といったような様々な目的で使うことができます。今回もこの情報ではミウダがとても、高いレベルでの技のコントロールを見せてくれたじゃないかと思います。ということで、実際のカポエラではバトゥーキで描かれているように、逆立ちで攻撃したりだとか、あとはすごく複雑な動きの、ね、技の応酬っていうのが実際に行われるということですね。はい、まあ、事実は小説よりなんちゃらとね、いうのはありますけれども、実際のカポエラではものすごい、複雑に絡み合ったような、ね、技の応酬があったりだとかね、例えば鉄拳なんかで、もう僕初めて見た時も、エディの動き、すごいな、かっこいいなと思いましたけども、実際にカポエラを、リアルで見た時に、もう、エディどころじゃないなっていうふうにね、思ったのをよく今でも覚えてます。ということでね、皆さん次回もぜひお楽しみください。チャンネル登録、そして、
高評価もよかったらぜひお願いします。最後は、この情報ノーカットでどうぞ。